よろしくお願いします。わかった、アリサは服の際どさがいい。もっと他にも魅力あるでしょ、このねベレー帽っぽいやつとかね、このなんですかタータンチェックですか、タータンチェックのスカート、そしてこのうん何この長い黒いブーツ、そしてこの長い黒いブーツとタータンチェックのスカートの間に垣間見られる絶対領域、何を言わせるんだ。はい、それでは前回の続きやっていきましょう。シエルにね話して、私が作ったバレットの検証実験に行きたいんですが付き合ってもらってもいいですかと、ちょっと待っててと、あのですねちょっと変えまして、いらっしゃいませ、あこついらっしゃい、GE2 見ながらやってる、マジか、アバターカード、今こんな状態にしました。あのねなんか分かんなかったんだけど、なんだ強化パーツなるものつけれると思って作ってみました。なんで分かんないんだけど、ちょっととりあえずシエルに付き合っていこう。ちょっと喉がおかしい。よし行くぞ、いつでも大丈夫。バレットカーテン、シエルのバレット運用テストを兼ねた任務、役者が接近中、まあいいや行きますよ。和骨です、いらっしゃい、行きます。さあどうなるかな、どんな感じかな、よろしくお願いします。行くぞシエル、行くぞシエル、こっち期待したいの、出撃の時に、あそういう演出はなし、行きましょう。風かな、ちょっと風がまだ治ってないんですよね。こんにちは、いらっしゃい、こんにちはーすダメだ、ついついやってしまうな、行くぞ。で何すればいい、開始します、お開始しよう、俺様が片付けてやる。で何すればいいか、シエルさんの感応能力で得た出来データは常時皆さんに提供する。浮いてる、あなんか来てしてるわ、ほら荒神が中止、あ押し倒そうって、あ今完全にでも中止だよね、今ねあの荒神ね、中止だな、あれが繁殖行動かな、世にも珍しい荒神の繁殖行動を目の当たりにして、あすいません、なすっげえフランちゃんに怒られちゃった、ちょっと待って、リザーブして、待てよし、シエルのお、待て、お前マジか、ちょっとやべえぞ、役者来てるぞ、気をつけろ、役者来てるからな、あれ倒した、これあ倒したっぽい、よいしょよしよしよし、とっても貴重な資料、そうでしょ、荒神の繁殖活動なんか普段見れないよね、多分ねこの繁殖活動はもう俺ぐらいしか捕らえた人いないんじゃないかな、あ来てる、役者来てるぞ、シエル逃げろ、一旦逃げろ、一旦逃げて、でリザーブをして、よしちょっと待って、あ待って、シエル、シエル何してんの、シエル、あれシエル一人で戦ってんな、あいつ女の子一人にして俺は逃げていったのか、なんていうざまだまずこの在行動を倒さないと、難しい、ふっよし2体とも倒した、あまあなんかもういっぱい来るな、危ないシエル、よいしょ、これもよいしょ、よし荒神バレットをいただきたぞ、捕食すんな、ちょっと待って今ね俺に関係のない、この動画に関係ないものが画面に映り込んでた、よし行くぞ、タクタクさんって時々オカマ入りますよねそうオカマっぽいだね、僕もちょっと待って、あれこれ撮った、今あ、取った、ちょっと待って、これでジャックナイフ当たるかな、これこれこれを打ちたい、いくぞ、くらえ、あれ当たった、当たってんのかな、76、あれ炎の方が強いな、くらえ、
頭か頭部を狙ってシールはどこ行った。これ全然訓練になってなくない。何の訓練をするしてるんだっけ。ほっ、やべ、弾切れか。来てる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 。いてててて。あー弱点は氷か。待て待て、ドレッドパイクを倒したんだよ。え、役者は、役者はいいの。帰るぞ。これにて終了です。役者は倒さなくていいの。このチームなら本日の戦果は当然。食べてるよね。次もこのちょっとで、え、役者はいいんすか。役者、役者は、役者、役者生きてるよ。メインじゃなかったの役者は。役者はいいの？本当に？いただき、ちょっと役者、役者関係なかった説。え？こういうこともあるんだ。知らなかった。少々お待ちください。終わった。これでもう、え、これなん、何の試験だった？シエルちゃん。シエルというか訓練だったの？役者は討伐対象外。なるほど、対象外ならもう本当ほっといてもいいわけだ。お、伊達天。こういう漢字は読めんのにたまに読める、ね、簡単な漢字が読めない。なんだろう、これがもう中二病に覚醒しようとしている証拠かな。逆に難しい漢字が読める。どうした？ああどうした？出てきた。本当に体調悪いの？どうしたにしよう。ここは、あ、いえ気のせいかもしれませんけど、人気がどうした？調子が悪いというか、いくつかのバレットが今までと違う挙動になっているんです。それも悪くない方向に。レベルが上がっているみたいな。初見されちゃい、発射時の挙動に少し違いが出ているので、うん、反動制御を修正しなければいけないんですが。ほう、射撃の技術すごいよね。ちょっと待って、ここはどうなんだろうな。 CL 的にはこういうことを褒められるよりはどうしたらいいんですかね。ここでこう今後の CL との親密度がみたいな、そういうのないの。どうしよう。まあどっちもいいか。はい、整備班に相談してみよう。そうですね、詳しく調べてみようと思います。あ、今日はありがとうございました。またよろしくお願いしますね。シエル可愛いよね。もうちょっと今7位よりシエルの方にね傾きかけてるからね。これ本当に何だったこのイベントは。シエルとの仲を深めるイベント。はい、極東支部所属のアリサさんから支援要請が来ています。まずはお話を伺いましょう。先ほどのバレットの件については自分の方でもう少し詳しく調べてみようと思います。そうなんですか。浮気か。浮気ではない。浮気とかじゃない。そもそもまだ関係はできてない。すげえ綺麗な女の人がフライヤーに来てるよな。極東支部の人気使いって話だけどさ、お前ちょっと、あっと、そうじゃない、血の力に目覚める方法を考えてたんだった。クソ、邪念は禁物だ。どういう邪念。俺にはフランちゃんという人が、待って77、はい、あれ、あの人。ねえねえ、そこの綺麗な人ってさ、前にどっかで見たことあるよね。あのなんか助けた人ですよ確か。緊急の救難要請でイエンツィを初めて倒した時だっけ。うん、タクタクさんの愛人イコールし、そういう方向に話を持っていってる俺もいるけど、フランちゃんはどうするの。じゃあね、もう副隊長ブラッドに任務依頼らしいぜ。官能使との戦闘支援って話だ。はい、そうなんですね。官能使の討伐は我々ブラッドの使命です。もちろん喜んで協力させていただきますと。
ありがとうございます。クレイドルを代表して熱くお礼申し上げます。え、ちょっと待って、この子大丈夫？この子アリサ、アリサの服装これ大丈夫？これ七波に際どい服だけど、なんかこのヒラヒラしてるところが危険だわ。アリサ可愛いね。誰かな。いや、それなんですよ、そこに尽きるんですよ。で、じゃあフランちゃんに話しかけるのかな。極東支部の、アリサ・イリニチナ・アミエーラちょ難しい。え、何？3名の名前。アリサさんって人、イリニチナさんって人と、アミエーラさんが来てるっていうわけでもなく、アリサ・イリニチ、イリ、読めない。アリサ・イリ、アリサ・イリニチナ・アミエーラさんなのね。なるほど、なるほど。あ、前作のヒロイン。へぇ、かわいい。初代の紅一点。あ、そうなんだ。ロシア人なのね。ミドルネームやで。そうだよね。いや、そんな気はしてたんだけど、なんか、あまりにもちょっと、あれな感じだったんで、聞き慣れない名前だったんで、全部それぞれ人の名前かなと勘違いしてしまいました。待って、え、アリサさんからさっきお話伺いましたけど、フランちゃん、アリサちゃん、はい、あ、お久しぶりです。以前は救助に駆けつけていただきありがとうございました。実は観音衆荒神ユンツイを追っているんですが、討伐にはブラッド隊の力が必要と判断し、協力を依頼しに来ました。よし、協力します。ありがとうございます。我々のような一般の人気使いでも副隊長さんの歓喜の力の影響下であれば、観音衆に対抗できるとお伺いしました。イエンツイの交戦経験があるブラッド隊と一緒なら必ず討伐できると思います。よろしくお願いします。わかった。アリサは服の際どさがいい。もっと他にも魅力あるでしょ。このね、ベレー帽っぽいやつとかね、このなんですか、タータンチェックですか、タータンチェックのスカート、そしてこの、うん、何この長い黒いブーツ、そしてこの長い黒いブーツとタータンチェックのスカートの間に垣間見られる絶対領域、何を言わせるんだ。行くぞ。フランちゃん、ちょっと任務をくれ。俺に任務をくれ。これで、これ固定でいくのかな。わかりました。行きましょう。ミッション確認。討伐経験があるとはいえ、未知の部分も多い強敵です。五分を。行くぞ。それわかる。観察、わかります。みんなからの同意が多いな。アリサは最初はシエルと似てたな。あ。多分、同じ方がデザインしてるのかな。結構あれだよね。影がある系の、おっ、行きましょう。こんな感じの方々です。OK。隊長が2人もいる。副隊長、隊長。すげえ、ヒロインやん。ダブルヒロインやん。アリサの真骨頂はツンデレだ。え、ツンデレなの？そうなの？よーし、行くぞ。ちょっとコメントも読めなくなってくるから、確認してくれ。いいのか。行くぞ。とりあえず降りる。で、リザーブする。見せてやる。はい。見せてやる。俺この声にしたのちょっと間違ってたかもしれないな。もうちょっと太い声の方が良かったな。もうちょっと太めの声にすればよかった。行くぞ。最近ゴッドイーター2のイラストを描いてくれる人も結構ね、いらっしゃるようで、今後ね来たら紹介しようかなと思うんですけど、こことか登れるんだっけ。登れるよ確かね。ほい、なんもないか。いないぞ。あ、いた。あれか、あれか、観音衆。ほうほうほう。あれだね。あそこに見えるやつだね。ちょっと素材を回収しながら行くんで、ゆっくりめですけど、堪忍してください。見つからないように、じりじりと近づいていこう。よし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 。よし、行くぞ。突撃！正面から。なんか食ってんな。はい。いきなりいただいたぞ。うわー、なんかいっぱい出てきた。まずちょっとザコから倒していくぞ。なんかいっぱいいってる。いっぱいいってる。いっぱいいってるけど。
おりゃ捕食しろ。ちょっと待って。ふん。当たんね。であれ当たんない。確かね、救命灯だかなんだかっていうのをつけてるので、あれなんですよ。4撃目が当たると回復します。ドレイン攻撃になるらしい。でもなかなか4撃目が当たんないな。4撃目が当たんない。リザーブしよう。リザーブしてこれで撃つか。あれボス、あ、いた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 。いくぞ。くらえ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 。よし、もうない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 けどこれをくらえ。ちょっと待って、クランちゃんなんかいろいろ説明してるんだけど何一つ聞き取れないんだ。バイタルが危険な状態なの分かってる。いてててて、ダメだ、ちょっと切り替えよう。ふん、入って、ダメ、ちょっと近づきだ。ドレッドパイク、中型種、やべ、やられるやられるやられるぞやられるぞやられるぞやられる。あ、回復してくれた、ありがとう。おお、あれもマジか、中型種が2体もいるぞ、まずい。ちょっと待って、回復したい回復したい、このままじゃやられるぞ。ちょっと待って回復したいよ。あ、回復してくれた。ガード、そうだよね、ガードというのを俺は毎回忘れるんだよ。ガードをしておこう。からの攻撃攻撃、あ、ダメだ、非常に危険。ちょっと待って回復したい、間違えた、回復して、はい、いてててて、リザーブ、リザーブもしたい。こんなと、すみません、難しいよ。このワニも倒さないぞ。やべ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 。せっ。全然ガードとの使い分けもできてないしだな。ほっほっ。あの飛行のやつよりこいつのこの、あー危ない、ワニを倒そう、ワニを、名前が毎回忘れるけど、もう5分だった、いてかわしたか。これもうちょっとこうこいつから倒した方がいいよね。荒神が形成される、仲間を生み出してるの、そんなことできんの。わあ、来た、また戻ってきたかった、ちくしょう、食らわせてやる、荒神バレット、やべ、あっ、ちょ、すごい波動拳みたいな、波動拳って言っちゃった、ちょっと待って、他のゲームの技出しちゃった、ちょっと待って、ちょっと待って、上から攻撃してやる。飛び立ってきたところに、ちょっと待って、ちょっと待って、固定砲台として活躍しよう、僕はくれ、あ、そう、あ、不意打ちを打たれた。ここからならおりゃ、いやー、この乱戦が厳しいな、一体ずつやりたいところだったんだけど、かわされた。ちょっと凝縮何とか使おう。くらえ、こいつには
長いちょっと倒せないぞ。倒せんのか本当にこれ。凝縮サンダーボルトを打とう。わあ、ちょっと負ける気がするなこれ。命令で3回させれば分かれる。なるほど。しかしちょっと待って、荒神がベノム状態。ちょっとどっちか倒さないと厳しいぞこれは。どっちか倒さねば。このオーガテールみたいなやつはどんどん生まれてくるんだよな。あ、長安か。長安は次から次へと湧いて出てくるからな。こっちの産む方をまず倒すか。よっ、うわーちょっともうけん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 。長安倒した。よし、2体になったと。倒しやすくなった。全然結合崩壊の情報が来てないってことはもう2体ともピンピンしてるってこと。そろそろ回復しないとまずい。うわあ、おありがとう、回復してくれた。標的が定まらんな。よし、捕食のために離脱しようとしてる。おりゃ、よしよしよし、こいつは決めた。やっぱりワニから倒す。こいつを倒すぞ。あ、ごめんごめんごめん、ジリウス撃っちゃった。ちょっと待って、倒せそう倒せそう倒せそう。ワニ倒せそう。ワニ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 。あ、やばい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 、なくなっちゃった。切る切る切るぞ。もう少しもう少し、絶対もう少し。長安は無視して、長安じゃないや、生もう少しだもう少しだ。逃げてる逃げてる逃げてる。みんなこっちだ。ちょっと待って、よし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 、あと少しあと少し。ウコンバサロのタービンが結合崩壊した。もう少しだ。お、倒したウコンバサロ。あと1体。よし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 、あと1体だけだぞ。ちょっと待って、どういった、入った。3回、4回を切れないな。3回切ったらね、だいぶ楽になったね。これも勝てるでしょう。どういた、あいた、おりゃ、勝てるぞこれは、勝てるぞ。勝機、逃げろ。よし、もう撃つ。どこだ、入った。ちょ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 、近い近い近い。どこいったどこいった。おお、いた。これであんまりサンダーボルト効かない感じ。あ、もう今あれになってない。逃げた。混戦状態すぎてちょっと何が行われてるかわからんですよね。うわ、産みやがった。ちょっと産むのは勘弁。
これで。はい、出て出て。アリサがやばい。俺もやばい。みんなやばいぞ。うわ。交代した。これ何体いんの？何体いんだこれ。いて。ちょっとダメだ。ちょっとザコを少し始末しよう。ザコ。まずザコを消していこう。いくらなんでも多すぎる。全滅するぞ。大丈夫かな。押し切れるかな。なんか押し切れる感もあるけど。まだ今のところゲームオーバーになってないんだから、なんとか勝ちたい。いてててふわこと、口数が減るな、こんな。やばい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 。無理はしてないんだけど。これも倒した？倒してない感。あ、倒してない。よいしょ。よし、倒した。こいつも。やる。よっしゃー、倒したぞ、全員。回復しないとね。ちょっと回復しようか。やばい、やばい、やばい。危ない。回復したいんだけど。よし。そして、食らわしてやろう。これを。凝縮サンダーボルト。くっ、あんま効いてない。お、結合崩壊した。お、倒した。やったー。あ、ちょっと待って。呼ばれてた。ちょっと待って、最後の最後で仲間を呼ばれてた。この戦い終わったのに終わってないんだけど。やった。素直に喜べない。あ、もうそして放送が終わる。放送が終わる。えらい時間かかっちゃったな。カオスカオスカオス。終わりました。ギリギリ放送枠内に終わらせた。アリサでいいや。任せてください。ちょっともうこの辺は急ぐっていうか、まあ、ここでいいか。ここで一回終わりますか。はい。じゃあちょっと次回はね、この続きからやっていきたいと思います。はい。ストーリーも多分次、いきなり始まると思いますので、よろしくお願いします。それではまた次の放送でお願いします。ではまた。動画を最後までご視聴いただき、ありがとうございます。タクタクのチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は動画の下のこちらのボタンをタッチ、パソコンでご視聴の方は動画下のこちらのボタンをタッチしてください。タクタクは合計3チャンネルを運営いたしております。フリーゲームを実況するタクタクチャンネル、いろいろなゲームを実況するタクタクチャンネル2、顔出しをしているタクタクの日常チャンネル、今ご紹介した3チャンネルの詳細は動画説明欄をご覧ください。またツイッターもやっておりますので、更新情報やタクタクのつぶやきに興味のある方はぜひフォローをお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。ではまた。